っていう、そしたらここからギタードラムのお話なんですけど、まず入れ替わりというところで、ちょっと今リスナーにいらっしゃるんですけど、ちょっとレスラーさん、おー今ちょっと招待かけたんですけど、はいはい、スピーカーとして招待かけたんですけど、どうですかね、多分ダイレクトメッセージで飛んでると思うんで、まあ、この人いれば多分原稿まで話せる気がするんでちょっとじゃあまあお越しいただくことができれば、うん、まあ来ていただける感じで、まあそれまではちょっとテタさんと2人で V シリーズっていうところでじゃあ話していければなと思います、はいはい、うん、じゃあギタドラ V 行きましょうかね。あ、もう今接続中、あ、来ましたね。あ、来た来た来た、あ、エサウさん来ます。おー、おはようございます。おはようございます。来た来た来た、いやいやいや、ご無沙汰でーす。いやいやいや、じゃあそういうわけでちょっとギタドラ V シリーズからのゲストっていうところで、レスラルさんですね、ちょっと自己紹介お願いします。ご無沙汰してまーす、うん、はい、ギタドラファーストからやって現行でもやってます。はい、ギタドラプレイヤーのレシャルです。よろしくお願いします。シンプル、シンプル、もうだって老害でいいでしょ老人会どころか。いやー、あー、なるほどね。とりあえずその何どんだけぶりかな、3年ぶり、そうっすね、レッスアル君とは前3年ぐらい前にうん、愛知県でね、そうですね、割と僕に傾向が近くて、うんうんうん、そう3年ぐらい前に愛知県で一緒に遊んだっすね、うん、エサさんが帰省された時に、そうですね、帰省した時、はいはい、うん、地元のね、老人会のね、そうね、もう老人会ネタばっかりっすね。まあそうですね、昔は懐かしいんで、V シリーズでね、セッションしましたね、その説はどうもありがとうございました。そう、未だに、こちらこそ結構そうですね、割と僕と近い感じで、割とそのギタドラ配信枠の方に来てるんで、ヤサルさんは。プレイ回数とかは多分、僕より多かったりするのもあったりするんで。まあじゃあ、そんな感じで、ちょっとじゃあ V シリーズは基本この3人でいければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、じゃあ、まあ、また V シリーズですかね。ちょっと概要をお話ししていきましょうか。うん、ちょっと家庭用の話もちょっとここまた出てくるんで、そこを含めてちょっといきたいと思います。はい。はい。まあ、ちょっと V から V3 までは、その家庭用とセットでちょっとお話し進めていこうかなと思います。うん、また家庭用が好きだったね。そうですね。まあ、出来はちょっと置いといて。はい、まあ、ギター。復活したんですね。そうですね。ギターフリップ V、ドラムマニア V っていうところで、まあ、その V シリーズの初代作品ですね。ナンバリングがやっぱり一つずつちょっとずれてたっていうのを、その、統一したっていうところで、作品順っていうのが把握しやすくなったっていうのが結構ポイントですね。ですね。で、ゲームタイトルも今までそのギターフリップっていうのが全部大文字だったり、ドラムネタが全部小文字だったのが、うん、そのギターとフリップ、うん、ドラムとマニアの頭文字だけ、うん、大文字するっていう表記で、ね、うんうん、これは結構でかいですよ、でかいポイント、はい、で、うん、そうですね、あと、システム基盤がプレステ2、PS2 になって、性能が格段に上がりました。うん、格段にね、うん。アーティストのこの PV がそのまま収録できたりとか、うん、ビジュアル面もかなり向上しましたね。うん、確か、プレイ画面が、その、旧バージョンというか、その、ナンバリングシリーズの時のプレイ画面と、その、システム画面のその画質とか偉い。あって、それが割と揃ったなっていう感じがします。まあちょっと問題点もあったりはするのに、公式が画質を落ちていて。ありましたね。こんなに綺麗になりましたね。はい。
まあそうですね、アーサー・スリオとして、まあギタドキング、うん、ギタドキング、まああれですね、毎作やってるスコアタイベントが、うん、筐体ベースで、うん、完結するようになったりとか、うん、あとは、まあ、プレミアムアンコールステージ、まあ待機であったやつが、まあ10-10で一時的なかったんですけど、うん、このバージョンでまたちょっと復活っていうか、うん、動くようになりましたね、うん、来ましたね、はい。であとはギタドランドの後継企画として、そのまあちょっとギタドランドは賛否両論っていうのがあったんですけど、うん、ギタドタワーですね、うん、まあこれも割と通年企画だったんですけど、うん、ちょっとこれに関してはまたちょっと後ほど、まあ、ある意味ギタドランドよりもちょっと悪名高いシステムかもしれないそうですね、割とちょっと伝説に残りますね、うん、はい、これはいや消滅しなかったかもしれないな、まあ、それはそうかただな、階層が10階まであるのよね、第10階層までねえ、高かった階層高かったよ、うん、じゃあそうですね、今ちょっとそのゲームカタログ機見ながらまだちょっとお話はしてるんですけど、評価点についてちょっとお話ししましょうか、うんうん、評価点、評価点、新基盤によるグラフィック向上、まあ、これはさっきお話ししましたけど、うん、基盤がプレス2ベースになって全体的に画質が上がったのと、うん、まあ新曲のそのクリップに関しては配置速がすごい多彩になったりとか、細かい動きが表現的になった、うん、これ強いですね、うんうん、特にそのゲストデザイナーさんのそのまあキャラクターとかデザインとかが画質が落ちてなんか残念なことになってたっていうのが、うん、かなり鮮明に表現されるようになったっていうのは、うん、まあかなりいいところなんじゃないかなと思います。特にそのあとはロング曲の力の入れ方っていうのがありまして、バランスとかビューティフルライフ、うんのあたりのクリップの完成程度、うん、あとは半剣曲のロングで K が入りましたね、うんうん、まああたりのその完成度っていうのは本当にすごかったなと思います。ムービーやってみても全然いいと思いますね、うんうん、あと半剣曲に公式 PV がちゃんと出せるようになったんで、一層迫力感があったりライブ感があるっていう、うん、そうですね、今まではアニメーションだったのがそのままムービーを使えるようになったっていう。そう、ね、デモ画面に流れてたはい、バニラ忍者のライヤーがすごい衝撃的だった。かっこよかった。ああ。バイクで。そう、あれ、そう、デモ画面がね、そう、ライヤーで、なんかすげえなーと思う。なんか、結構、それで結構、初期受けた思い出があるっすね、やっぱり。うわ、実写や。うわ、本物のギターとドラム叩いてるみたいな。なんか結構地味に衝撃だったっす、ね、結構そうっすね、地味に衝撃だったっす。あと当時ははい、ギタドラのクリップといえば縦長だったのに、その PV は基本的にその、ね、モニターだから横だったから、どうするのかなと思ったらああそうやって上下に名前と曲名と出していいぐらいに差し込んできたなって思いましたね確かに確かに、そうですね、これはまあ V シリーズがそうですね、最終的に V8 まで同様の形式を取るのか、うん、取るって言ってたんで、うんうん、そうですね、ずっとそういった意味では安定したシステムじゃないかなと思いますね、うん、はい。で、あとそうですね、やっぱり基板が新しくなったことによって容量がすごい増えたんですよね、うん、まあ、それによって復活数が大量に出せるようになったっていうのがかなりいいところなんじゃないかなと思いますね、うん、特にその、まあ、容量で悩まされた部分がだいぶその解決したんで、ロング曲の復活曲っていうのがすごい多かったんですよ、ね、はい、そう、大事な復活曲、そうですよ、大事な、そう、大事な、大事な、そうそうそう、大事な、大事なね、復活曲、はい、第一にこれをそうですね、やっぱりね、まあヘイブンインサイドって言うんですけどね、はい、V シリーズそうですね、一時切れちゃったけどここでやっとまた日の目を浴びることがなりましたね。そう、ロングは出ては消えて出ては消えてでしたからね、そうそう当時そうですね、時代は
いやまあしょうがない部分もあったんですけど、これからはあのそういう言い訳が通用しなくなるような、まあ本当に恵まれた環境になりましたねっていう。でそうですね、あとやっぱり、まあ、V6 でちょっとしゃあない部分はあったんですけど、こっから基本的にあのオリジナル曲は削除がないです。なんでかなり、まあ、作曲に対する考え、あれですね、基準っていうのはかなり変わったんじゃないかなと。提供、うん。探検曲そうですね。コナミオリジナルはもちろん、提供曲もなかなか消えなくなったし。そうですね。確かに。まあ、探検はまあ消えても仕方ない部分があったけど、そうですね。まあ、こっから復活曲が毎作毎作熱いことになってくるんですけど、うん、まあ、このあたりはちょっとまたお湯を話しましょうか、うん、はい、でプレミアムステージの復活ですね、うん、プレミアムステージ、まあちょっと名称がちょっとブレがあったりはするんですけど、まあ、かなり、このあたりの力入ってる部分かなと思います、うん、であとギタードキング、これが昔のインターネットランキングですね、うん、まあ、今までだとそのインターネットランキング、まあ、筐体でプレイしてなんかパスワードをメモしたりして、それをブラウザで打ち込んで初めて参加するみたいな感じだったんですけど、うんうん、まだ携帯もまともになかった時代なのに、うんうんうん、そうですね、あの、まあ、多分原作11、10ぐらいで一応ネット化にはなったけど、まあ、それを隠し曲とか含めてそのうまくゲームとして組み込んだのがこのギタードキングですね。結構予選とか決勝に分かれてて、決勝に出るとその勝ち進めてくるみたいな、うん、決勝に行けなくてもその次の大会の予選ぐらいには解禁されてるっていう、比較的その結構なんだかんだ言われてるギタード V の中では比較的いい曲だと思う。なんだかんだはいはいはい、はい、そうですね。ただ、決勝に行くのは、はいはい、確かに言われてみれば、はい、まあ、そのあたり、ちょっとまたお話します。あと、ノートップですね、ノートップモードがこのバージョンから、まあ、ノートップ配信される V4 まで、V3 か、あれかな、地球対象に入るようになりました。うんうんうん、ありました。まあ、入るようになったのはいいんですけど、うん、いかんせん4曲通したやつで1曲分扱いなんで、うん、そういうのが大変面倒くさいですよ。原稿じゃないわ、V の終盤みたいにロング枠、新曲枠、旧曲枠ではなく、あくまで一括でそのレベルに対してついたスキルポイントの上位からなので、うん、なかなかクリアでしたね。しかも何が厳しかったって、一番厳しかったのはその楽曲、普通にスタンダードでやると90なのに、そのロングじゃないノンストップで4曲の中で構成で入ってると90の曲、80の曲、70の曲、60の曲でレベルがバラバラになってるのに、最終的にちょっと難易度は70みたいな。なんかちょうど平均ぐらい、平均より下でしたね、あれほぼほぼ。なんか辛くなってましたね。あとそうですね、削除されたのがスーパークリーンカーだけ、うん、あー、そういえばあれですね、ほぼ全然なんて神曲を消しやがるんだクソ。なかなかそういう意味では良いによって取り組んでるな、キーポイントね。あれドラム超楽しいじゃないですか。そうですか。もうまったりまったりな極地ですよ。あれですね、あとは変動する曲がちゃんと最小と最大で表示される仕様になったりとか、そういう意味ではかなりあれですね、親切な仕様になったりしましたね。あとそうですね、ここにはゲームとしては直接関係ないんですけど、赤レンガ倉庫で、あ、はい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 、このバージョンか、そうですね、この前後でしたね、行きたかったね、僕行きました、あ、羨ましい。あ、行ってなかった。これは俺行ってない。意外で、俺は行ってないんですよ。他のギタードライブは方向に行ってるんですよ。赤レンガで B4U が当時未発表だったブラックアイテムがあります。あ、そうで
それが確か V2 のクリップに使われたんでしょ、その映像がね。うん、そうそうそう、そのムービーになったから、あれそうそうって聞きましたわ。はい、あれが確か赤レンガですね、うん、あれ。なるほどね。まあ、そのあたりちょっと V2 のお話になってくるんで、ちょっとまた後ほど V2 のお話でさせていただきたいと思います。うんうん、はい。まあそうですね、ちょっといろいろライブが、多分あれかな、ちゃんとしたそのユーザー応募して参加するっていうライブは多分ここが初めてだったのかな。うん、あの、AU とかジャイポみたいなそういう総決めとかいたら。はい。じゃあ次、問題点。ギター側の、ギターのマインド設定。あ、出た。確かに、これは間違いない。ドキドキの、赤ギターはレベル5、50代やりながら、70代に匹敵する運気が入ってくる。はいはい、メロディーが聞こえてくる。確かに難しいですよ、ね、あれは。旅を越えた後のグラスのね。ここの花もレベル40代で、あの、デフォルトカーソルで合わさってる曲なのに、処理が難しい感じが多かったり。むずいね、あれは。バランスに至っては高速がやばい。いやー、すごかったですね。なのに確かにレベルが60なかった、57、8ぐらいですね。なんかそう当時のスタッフってあのそうあのその高速オルタに対してのそのなんかこれって難しいのか簡単なのかっていうなんかそのなんていうのか考え方が結構曖昧だったんです。結構高速オルタ、うん、そう結構直線高速だったら簡単なんちゃうみたいな作り手のなんか誤解があったと思う、うん、多分、うん、むずいよ。歩数バラバラ、縦速い、うん、しかも、そうっすね。奇数奇数まあ、そう、特に泉曲はそうっすね。はい、うん、これ、アップで終わるのそうですよ。初見じゃ絶対見切れないような風が吹いてくる。とりあえず、なんか聞いてれば、クリアできるからいいぞみたいな、そういう。多分あったと思うっすよ、それ。うん。だけど、スプレー的には、やっぱりコンボが、ね、主流だから、そういう意味で言うと、最悪な相性っていう考え方ですね。そうですね、ロングなんで。そうですね、ありましたね。で、まあ、ギター側がちょっと高難度が、まあ、少ないっていうか、なんだろう、普通に難しいのに、なんか、試合でレベルがめっちゃ低いみたいなのが多かったり、ありましたね。この頃の V は特にあのギターは癖が強かったんですかね、うん、そうですね。現行の譜面の高難易度を見るとその単色でもうデフォルトでねスパランかかってるような譜面が多いわけですけども、当時はあの3本指固定だったせいもあってが、はいはいはい、2色3色の入り混じりがひどかった。でそのあの色の数が多いだけ難易度上げられてるんじゃないか。あった、なるほど。なるほど、うん。特にあの右手の数は変わらない、ピックの数変わらないけど、左手の個数で無理やり増やしてるっていうような。またね。特にボス曲にそういった傾向強かったと思うんですよね。それこそ、そのアンコールもそうっすよ。ボス曲のノーツは、変わらないけど、運指が違うだけ。うん、確かに。あとじゃあ、ギタドラ史上最悪の企画、ギタドタワー。まあでも、いやーけど、どうだろう、まあそうかもしれない。まあ、とりあえず概要をお話ししていきます。ちょっと読み上げますね。ランダムで振り分けられた5つのチームに分かれて、累積ポイントで競うイベントですね。各ステージのコンボ数、マックスコンボ、パーフェクトの3種類から選ばれて、それにあのルーレットで倍数を掛け合わせたものが獲得ポイントとなる。しかし、運の要素があまりにも強くて、クレジットをほとんど入れなくても全解禁してるプレイヤーもいれば、対人用に入れても、1回総止まりだったっていう、なかなか、あれですね、やばいですね、それは。でも、1回総止まりの人は。実力であるんでしょう。そうですね。そうですね。
解禁できない人はなんかもう半年間も解禁できないとかありましたね。で階層が下がると解禁も消えてしまう。これが一番問題かな。はい。で、まあ幸いその一応無解禁無条件解禁のあったんですけど、それは V2 稼働する20日前ぐらいらしいですね。まあ、解禁するだけマシとはいえ、まあ、ちょっとやばかったかな。とはいえ、まあ、今で言うと、ギタドラトライブースト以降の80曲の救済措置がほとんどないこともあって、まあ、無条件期間が、無条件解禁が設けられたギタドラタワーが、まあ、皮肉にも再評価されてた。なるほど、なるほどね。で、結局その、グッドドラムにデコ入れされた程度で、解禁格差に関しては改善されてない。そういうところがむしろ解約されてるっていう、ありましたね。まあ、後々のその、手抜き花沢しい V8 とか、バグと処理落ちの、塊の XG3 が引き合い出されるレベルで、なるほどですね。最悪な企画として受け継がれているけど、まあ今思えばまだまあでも、このやっぱ ギタドランドとギタドタワーって、イーアミューズメントがまだこの、なんていうのかな、出始めぐらいの時で、なんとかネットを使ってイベントをやろうっていう手探り感がまだあったと思うんで、仕方ないと思うけど。ありましたね、そうですね。ナイスフォロー、ナイスフォロー。これ100点、これ100点。カイさんがあれですね、スピーカーですね、リクエストいただいてよかったらお越しいただきましょうか。はい、お話されたことあるんで、全然距離感はつかめるんで大丈夫。あ、こんばんは。ちょっとせっかくなんで来ていただきましょう。こんばんは。こんばんは。どうもどうも。こんばんは。すいません、突っ込んでみました。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。全然大丈夫です。大丈夫ですか。じゃあちょっと僕も語りたいんで、はい、よろしくお願いします。はい、まあ、今までのそのちょっとお話の傾向で大体流れは掴んでいただいてるかなと思うので、そういう感じでちょっと進めていければと思います。わかりました。ちょっともう冷やかしで参加しようと思って。じゃあまあギザードタワーはじゃあとりあえず置いときまして、あとはその基盤が変更されてちょっと昔のクリップがちょっと形がひどくなったかなっていうのはありますね。なんかちょっとフレームレートの赤が見られる時もちらほらあったので、まあ、そこは V4 までちょっと待つことになるっていうことはありましたね。うん、結構、タイビとか、戦闘とかあれってすげえ獲得しましたね。ひまわりもすごい獲得しました。浮き船とかひどかったっすね、カクカク具合は。カクカク。カクカクってあれですか、譜面がカクカクしてるってことですか。あ、いや、譜面は大丈夫。クリップっすか。はい、ああですね、確かに待機のクリップも近い。ああ、待機もしてる、待機もしてた。そうだそうだ。もう時計の針がぶっ飛んでるような。そう。あの時計がなんかあれですね、なんか 15FPS ぐらい。まあ、あとは。バグ関連として、シナリオの緑ギター譜面にオープンノーズがあったり、あったり、しかもその、しかも表記上では、青ノーズだけど、それがオープンノーズで処理をされていたっていう、とんでもないですよ、ね。あった。当時あれ、初日に、見つけましたよ、それ。何弾いても、あ、青だよな、でもミスするよな、なんだこれ、もしかして、よく違うな、それ全部やってみろ、赤ダメ、緑ダメ、で、青もダメだから、2色ダメ、もしかして、合ってる、オープンだね。もう、ある意味、でも当時あれ、初日、出てその翌日のインターネットランキングって、ハイスコアランキング、当時まだあった。はい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 。であれで見ると確か2、3人結婚してましたよ。まあそういうわけなんで、まあそういう仕様で直されたんですけど、
面白いっていうか残念なことに V2 でこれ再発したんですよ。ああ、はい、はいはいはい。そうですね。あれですね。いや、シナリオが、シナリオも多分 V2 になって、また再発しますね、これ。で、あと、このパターンとはちょっと違うけれども、いつの時にしますポンタロン、うん、そうですね、もう、おー、もはや、ちょっと新シリーズの幕開けとしては、だいぶ、致命的なことをやらかしてるんですよ、ね。ノースバグはもう、お家芸感すらあるよ。はい。じゃあせっかくなのでちょっと仕様について家庭用のお話もしていきましょうか。はい。まあ4年ぶりにそのギターフリップドラムマニアのプレステ2で復活っていうことで、非常に期待は持たれていたんですけれども、うん、どうもまあロードが長い、うん、僕そんな気にならんかったけどな。まあ少しそこによると思う。まあまあまあ、プレステ2はディスクだからしょうがないとはあるんですよね。いや、もうまあ、そんなことよりも、家庭用が出なかった暗黒時代がなかった、その分ね、やっぱ嬉しさの方が勝ってたっていうのもあるかもしれない。そうですね。うん、まあ、確かに荒こと多いけど、実に4年ほど経たなかった家庭用の企画として話題はありましたね。で、ノンストップモードに入ってる曲がほぼほぼ再現されてるんで、半分曲だったらその戦闘とかも入ってたりしてたんで、まあそこら辺が評価できるかなっていう、うん、あとは V2 の先行曲がいくつか入ってたりもしましたし、うんうん、ありましたね、はい、他の家庭用の B マニシリーズ、うん、ポップンズームとリリアルストライクでそのデータがあると曲が解禁、相互で解禁するみたいな、うんうん、へー、あったんで、あったそういう相互、うんうん、そういや確かあの当時はポップンって家庭用めちゃくちゃ出てました、うん、出てました、まだありましたね。一応次元解禁もできるんだけど、時間がかかりすぎるのでデータがあると、これね、これ実はね、一つちょっととっておきのやり方があるんですよ、次元解禁。あのねコントローラーでね、なんか全部オートで連射できるコントローラーってあるじゃないですか。で、あれを全部連射にして、ドラムの憧れのベーシックをやるとステージフェイルドしないんですよ。クリアできるんですよ、全部連打にしてやると。だからそれで一晩中放置して、でブレイクダウンとホームシックを解禁したへっていう、実は新手の工業師だ。実はそういう荒技があるっていう。こんなプレステ時代にファミコン時代のボタンの上に落ちて、そう自動レベルだ。そうロープレイでよくあるやつ。設定面はそんな感じかな。あとはその公式サイトで編曲リレーがあったあったあった、はい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 、ありました、編曲神企画。いやあれ面白かったな。そうですね、エスケープザタイマーです。今の時ですか、ブイって。そうあれ神だね。エスケープトゥザ、おお似てる似てる。そっくりや。このバージョンなんかその元を覚えてない。このバージョンなんですけど、そのちょうど他のビーマニックスでその活躍されてたそのワックさんとか中さんがとうとう本格的に参入するようになってきて、うん、その影響もすごい強くて、やっぱり音楽ゲームのその作曲家としてはもう結構ベテラン、当時がもうすごい強い方だったんで、うんうん、かなりそのまあ、新世代のそのギタドラになんか花を添えるような曲だったりって多かったですね。カラーズだったりとか、まあ今でもありますね。うんうん、あとはリトルプレイヤーなんかはもうすげえ人気曲で、うん、まあ、当時からすごい人気だったんですけど、今最近でも移植されたりとか、もう本当にコンテンツの息が長い曲かなって思います。確かに確かに。最近のサルジャに入ったりとかしましたしね、なんかしかもそのアレンジちょっと前奏がちょっとアレンジ入ったりとか、
かなり力の入れようがすごい感じでしたね。でそんな人たちが作った変形ですね。あの変態ディレイ。特になんかワックさんに関してはすごい参加したかった的な感じで、もう本当にはっちゃけてて、朝日とあれですね、いい勝負するレベルのはっちゃけ具合でしたね。あとね、僕トモスケさんが好きでした。朝日が作ったのはいいけど、それをなんか持ち上げてなんか悪化させたのは彼の仕事です。なんかいきなり最初からなんかテララーとか言い出して、かと思えばなんか最後ワックが締めちゃったのがまたやばいですね。世界滅亡の日、あなたも大変ですか。なんかざっとそのコミカルがなんかぐっちゃぐちゃになってて、もう変化クリアやばかったですね。名言エスケテが生まれた瞬間です。最後の締めの時に。エスケテやばいですね。エスケテ。そうでエスケテ言うてるけど結局スカイマンのせいで地球滅亡する。最終的に。ピアノ甘すぎやねん。まあちょっとこの話で長いからやめよう。ちょっと曲の方に移ってみましょうか。そしたらあのバージョンじゃなくて編曲リレーだけでいける。間違いない間違いない。ちょっと待って、これ剥がしたんじゃマジで11位かなんかやめよう。バージョンの話じゃなくてミュージシャンズルーム、デザイナーズルームの話。いけるマジ。またやりましょう。じゃあそしたら曲の方に別の回でやります、それ。とりあえず今はナンバリングを進めましょう。V の話。はい。ああ、じゃあちょっと曲読み上げるのもあれなんで、ちょっとじゃあ、ゲストお三方から、じゃあ、なんか、ちょっと思い出ある曲とエピソードを、じゃあ、また藤田さんから。はい、いやー、僕はやっぱり、花もげらかな。うん。にゃん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 。言わないよ。ではまあ、いやいやいや、ね、まあ、やっぱり、でもね、僕はね、アフターハードデイがね、めちゃくちゃ好きで、まあ、ファンアートとかも書きまくってて、まあ、漫画とか書いたりとかしてたぐらい、まあ、好きなんですけど、まあ、あれですよね、その結構、今まで、なんていうんだろうな、一気に硬派な感じになったんですよね、その作品のイメージとしてね、V になって、うん、ビジュアルが結構なんか男臭いというか、なんかそれ、そうですね、メカメカしいというか、今まで割とカチャポップだったのが、そう、ガシッと、その前がピンクですね。そう、で、まあ、その硬派なイメージに合う楽曲で、かつ、ムービーっていうか、クリップが結構ポップなクリップだったんで、そのまあ、バリバリのハードロックと、そのポップな、ビジュアルっていうの、その化学反応っていうか、すごいなんかいいなと思って好きだったんで、その家庭用の V の特別版に、ビデオクリップ集がついてて、その中にも、アフターハードデイがあるんやけど、そう、見まくってましたね。懐かしい。まあ、あとはやっぱり、その基盤が変わったことによって、そのやっぱりムービーも、さっきも言ったけど、実写がね、出るようになって、まあ、それもすごいなと思って、まあ、あれもね、なかなか画期的と思う反面、で、結構ギターズラって結局さ、ギターとドラムのさ、まあ、なんか、積もりというか、不利というか、なんちゃって感が、まあ、ゲームだからもちろんあるのに、でもなぜかゲームの画面の中では本物のギター弾いてるよとか、本物のドラム叩いてるよっていう、このなんか妙なミスマッチ感。そう、これもなんか面白かったなぁ。そういう印象がある。まあ、あとはまあ、あ、ごめん、曲の話か。アフターハードデイから、あとはどうだろう。やっぱりでも、リトルプレイヤーはでかいっすよね。その、やっぱり、ともすけの人脈すげえなっていうとこっすかね。
あの、時あさこさんを引っ張ってきたのも多分、確か孫悟介さんの、ね、なんか、誘いで来てくれたっていう話です。ね、うん。だからすごいなっていう。まあ、あと、まあ、ワックのまあ本格参戦っていうのもすごいなっていう印象的だったですね。はい。うん、ですかね。はい。まあ、ね、まあ、一応こんなとこかな。まあ、いっぱいあるけど、こんなとこですね。はいはいはい、ありがとうございます。じゃあ、レスラーさん、どうですかね。もう先にもう、ね、てつやさんに言われかけちゃいましたけど、花もげはですね、今回の衝撃は。やっぱね。の自分のテーマ曲と言っても、あるに差し支えないかな。でも、原稿、わかるの、てつやさんぐらいか。ま、てつやさんまでやったかな、花もげら、うん、あれんあれ、うん、あのドラムで背面、はいはいはい、見てる見てる、うん、ドラムで背面、うん、はいはいはい、はい、もう代名詞、レスラル君の代名詞でしょ。自分の中であのこう、うん、当時のね、今はもういろいろ変わっちゃってるからな、なるほどね。でまあ、当時はあの自分が特にあのプレースタイルとしては特に典型的なスキル中だったかな、うんうんうん、無印時代にインターネットランキングやっても高難易度、当時の高難易度、もう今で言うと中難易度になっちゃうけども、うん、そういうのやってて、当時の自分の限界が見えたから何かないかなって思った結果がネタプレイだった。なるほどね、うんうん、その結果標的にされたのが花もげらだった。リック的にも楽曲的にもこんなコミックソングをね使えるんなら何かないかって行き着いたのがドラムの背面プレイでした。なるほど。いや、花もげらの譜面普通に叩くと普通にね、あのニャー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 のチッチチチッチチチの何の変哲もないようなパターンなんだけど、あれを背面プレイでやって、それすごく楽しいんだ。なんか伝わってほしい。いや、伝わらないでしょ。背面プレイドラムやってる人いたら、これは伝わらない。いやー、面白い。面白い。いやー、あの楽しみ。いや、面白いですよ。ね、ギターの背面プレイも面白いけど、ドラムの背面プレイも面白い。いや、聞いたことないっすね、ドラムの背面は。僕も初耳ですね。背面がダメなら、花もげらでもやったけど、ドラムの負担。あー、タチプレイやってたよ。あ、まあまあまあ、ね、で、タチプレイと、立って、うん、立って、そのドラムで踊りながらプレイするパターン。でその流れで背面もできるんです。いや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 、ちょっと背面は動画深すぎるでしょ。どんな流れやん。いやいやいや、XG だとあのパッドの配置が大変、すごい、ね、立体的だけど、V の時のパッドの配置って割と底面だったじゃん。っていうことじゃない。だからもうあの背中の方に手を置いてね、そやるっていうのは全然できました。いや、最終的に踊り出す。だからってなんだっけ。だから。いや、純節とは。いや、日本語って難しいなっていう。でその結果が、ね、V2 から始まる、ついに始まるトップランカー選手権につながるわけですから。あ、出ましたね。それはまた。こいつの時に伝説のね。はい、ありがとうございます。そんな、ね、自分の転換期を迎えた花もげらでした。じゃあ、かえさん、僕ですか。いや、僕もね、やっぱりね、花もげら。あれ、マジか。3人とも全員出すというこの奇跡。いや、ていうのはちょっと持ってるんですけど、V の話ですよね。V だな、V。そうなんですよ。いや、そう、前提として僕始めたのが 8&9 だからちょっと遅いと思うんですよ。で、まだその V の頃ってスキル600とかぐらいしかなくって、
だから当時で言うとアキプさんとかレスラルさんとかって僕からしたらその雲の上の人なんですよね。でなんか今こうやって喋ってるのもすごい不思議だなと思ってるんですけど。いやいやいや。なるほどね。だから当時ってそのまだ中級者だったのでそのいわゆるエロい船、そのジミーさんとかトマスケさん的なのってあんまりできなくって、はい、あ、なるほど、だから花もげらとかも結構苦手船だなっていう印象はすごい強かったんですよね。でその一方でその単純な8部16部とか直線オルタっていうのは割と得意で、だからあの曲としては両欄ヒットチャートがすごい好きでした。あ、まあ、素晴らしいですね。なるほどね。そう。あれの高速オルタが、ちょうど、その、つながるかつながらんかギリギリぐらいの手前で。いや、あれ結構、中級者の方だと結構、ね、そう、結構体力、体力いるしね。そこそこ長い。うんうん、そうそうそう。あっち系か。はい。いや、V3 です。ん？あれ？ V じゃなかったでしたっけ？ん？あれ？両欄ヒットは、違うか、これね、でもね、両欄、そう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 、両欄ヒットチャートの歌詞の中に、敵は塔の上って歌詞があるから、これ、ギターとタワーかなって思うんや。あ、そっかそっか。そうなのよ。あ、じゃあ、ギターとタワーと、ごめんなさい、ちょっと、そうそうそう、でもあれ、あの曲は、曲は V3 なんだろう。なんだろう、だからそうなんですよね、まだ。あ、そうですか。それなんですけど、さっきちょっと、その、最悪の企画ギターとタワーって話しましたけど、その、企画を皮肉ったのが、両欄ヒットなんですよ。はいはいはい、さっき言った、そう、歌詞の。あ、じゃあ、両欄自体が隠されてたわけじゃないのか。そうなんですか。両欄ヒットの歌詞を、ちょっと紐解いていくと、ギターとタワーが出てくる。そうそうそう。さっきの、ね、そうそうそう。うん、ね、また隠されてたやつ。そうそうそう。だから、ワックのリトルプレイヤーが最上階にあって、なかなかできなかったとか、そういう確か、にくかった。いや、リトプレイは、あ、リカ、ごめんごめん、違う違う、ごめんごめん。そう、フロー、フロー、ね、ごめん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 、そうだ、そうだ、うんうん、フローやね。そう。だから、僕、曲的にはフローめちゃくちゃ好きなんですけど、はい、多分、V の時代にはできてないと思うんですよね。そうですよね、なんか。そうそうそう。だから、まだその頃は、全然なんかもう本当に地方でパンピーやってるだけだったんで、なるほど。はい。ちょっとよくわかんないですね。とにかく楽しかった思い出だけはあるんですけどね。難しいですね。いやー、両腕ヒットチャートは、あそこまでなんかストレートに気に食った曲っていうのはなかなかやばいですね。うんうんうん。うん、まあ、そのあたりちょっと。俺の歌あたりが、俺の歌、桜の歌はまた隠されちゃった。かっこ悪い。そう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 。ないない、次回 V3 のお話でまた。ああ、なるほどね。そうですね。うんうん。そしたら、じゃあまぁちょっと、カイさんの、ゲソの V のお話をまたちょっと、お願いします。そうですね。曲的なあれは、うん。まだこの時期は、なんかギター振り楽しいなだけで、なんか皆さんみたいな、うん、すごいその、こう、やり込み勢っていう感じではなかったので、うん、僕はちょっと賑やかしでついていこうかなと思います。あ、なるほど、なるほど。はい。そうですね。まあ、曲ラインナップ、まあ、バーって見ると、やっぱり名曲多いですね。僕が好きだったのが、やっぱり、まあ、トモスケ曲好きだったんで、リバース・オブ・ラブとか。あー、めっちゃいい。めっちゃいい。ゆるく好きで、確か僕、この曲、まあ割と最近の思い出としまして、まあ、トライブートかな、もうなんか AOU だかなんかで、小泉さんに会ったんですよ。ほう。で、小泉さんにお会いして、なんか、その時話してて、まあ、ぜひ、リバースオブラブ好きなんで復活してくださいって、復活させてお願いしますっていうふうに、吉彦さんにお願いしたら、なんか数ヶ月後。おぉ。はい、ありまして。で、なんかその後話聞いたら、なんか、復活させる曲どうしようかなって考えてるときに、なんか、その曲が浮かんで、なんか僕の話が浮かんだから、じゃあこれにしようみたいな、ことがあったらしいんですよね。僕はじゃあここで仮に、憧れって言ったら憧れ復活したのかわかんないですけど。あまあ、そういう
お話があったりですね。あとは結構渋いところでユーキャンプイットフュートライ、遠藤和馬さんのボーカルですね。当時ドラムのウォーミングアップ譜面でしたね。なんかアタキユーキャンとか言われてましたけど、これ今は見えないんですけど、やっぱり新基盤になったことによるムービーのクオリティにかなり貢献した曲じゃないかなと。実際なんか映像を作るチームが、この曲担当してて、かなり面白い疾走感ある内容になってるので、ちょっと V8 だったら見えるかな、V8 だったらやったの YouTube とか探せば見えるので、これがちょっと、ムービー付きで見ていただきたい曲かなと思います。確かに、そこそこの難易度ですし、やっぱりさっきも言ったけど疾走感があってすごいかっこいい曲なんで、やってほしいですね。まあちょっと一曲一曲もやって本当に時間が足りないぐらいなんですけど、まあ目立って、まあ後でちょっとそのハッシュタグで追ってきはしますけど、あと僕から言うこととすればやっぱりロング曲のバランス、あれほどなんかシリアスでラストサビのギターの鳴きがすげえかっこいいなって未だに思ってるんで、で、あと反転曲だと、まあみんな花の上は言ってますけど、ハンサム兄弟メールインザカンパニー。あ、これ V なんですか、ハンサム兄弟。これ V。不面がね。いやー、だいぶ衝撃したんで、いきなりなんか。いやー、あれは衝撃だと。不面も。あ、僕は。いろいろ強すぎる。確かに確かに。クリップもね。クリップが PV も。あと今でも遊べるジェントリーザレイシンフォニーとか。めちゃくちゃ好きです、はいはい、ジェントリー。今でも遊べるっていうのは割とすごいですよね。ジェントリー今入ってる。そう、奇跡。しかもムービーも入ってからね、ワイド画面で。最高っすよ。はい。あと、パナソニックユースの攻撃でした。パナソニックしたね。なんで消えてしまったんや。当時 CD めっちゃ探した。こんなえげつない音の。バンドので、まあこういうそのどうなってんだ、確かに確かに原版の曲もかなり多く入るようになってきてるんですけど、このバージョンからやっぱりカバー枠もかなり粒ぞろいで、まあさくらんぼ、とかフレンズ、フレンズは今でもユビートに入ってるんじゃないかなけど、確かとか、あ、このフレンズは国崎さんですね。はい。で、あと、個人的には NGS が好きですね。あ、いいなぁ、NGS も。はい、いいなぁ。で、あとちょっとギターで、あれですね、話題を呼んだミザル。ああ、はいはいはい、ミザルね。後に、ミザルはまたネタプレイの話になっちゃうよ。もうこれは、ミプレは分かると思うけど。中盤のギターソロになってドラム休憩地帯の時になったらアイスの当時の自分のホーム、ドラムの横にアイスの自販機があったせいで買わざるを得なかった。なるほどね。あとじゃあギターとパワーの曲ですと、まあ散々話題上がった2階層にあるリトルプレイヤー、あと無常の星が4階層、で第6階層にセイ、セイ名曲っすね。今でも曲となんで、セイはそうそう確かに特徴なんですね。ギターの譜面特に、あとギターは特にプラスティックアンブレラ、これ第8階層、8階層のプラスティックアンブレラなんですけど、まあこれ、アサキなんですよね。まあ、結構、ネームはすごく感じたけど、結構綺麗なアサキで、結構そのドラムの、そのステップアップを、その、目的とされた、かなり考えられた両譜面で、これよりも両譜面なんで、ぜひとも遊んでいただきたいなって思いますね。ムービーも今、ワイドでやる、ね。あ、そうなんや。
フラッシュカメラワイルで遊べます、ね。ムービーワイルドになってるんや。これすげえいいこと聞いた。やってみよう。やばい。ぜひぜひ、やってください。あと、第10回答で、うん、プロ。うんうんうん。はいね、そして、ね、復活だけども、あの、帰ってきてしまいました。そうですね。結構その新曲と復活曲が 何曲かペアになってて、うん、それぞれ回想でボンボンってある感じになってるんですよ、色があって、で第2回想でそのさっきのリトルプレイヤーとリバースタイガー2、うん、で第3でドリームスインザナイトとドリームラスキーとマッチングショックが、うん、めっちゃ熱いですね、ラララララそう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 、第4回想がさっきの無情の星とそのミッドナイトサンズ3章が熱い第5回答で、ミスユーとクライマルトーリー、うん、おーで6でさっきのペイとカーニバルで6からです、うんうん、はい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 、カーニバルでレベル87事件はここだったはい、そしてレベルが半分になりますで第7回想、Secrets of Your Heart, Me and the Time. 結構、このあたりロングが多かったりするんですよね。第8回想、プラスティック・アンブレラとカイは誰、第9回想、ミスター・ムーン、You Elevate Me, 素敵な目ある。熱い !You e l e v え、逆にファイヤーとかミスター・ムーンとかで消えてたんですよね。そうなんですよね。信じられない。信じられない、うん、で第10回想フロー、テリトリー、デイドリーム、うん、うん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 、デイドリー消えたんですね、うんまあ、これが2回目の復活の方か、うん、デイドリーは、うんうん、消えてたというか隠してたっていうのが強い、なるほどなるほど V になったということで、DDK ってわりかし消えてた時期ありますよね、なんか昔は DD はそうですね、なんか DD が2も消えたかな、うんうんうん、3は3からは全部、3以降は残ってる、うん、3からは消えたことがないのかな、なるほど、まあ、センス面に行くのは置いといて、なんとなくでも DD シリーズもなんか XS2 でそれまであったの全部復活したから、もうそんなにあんまり消えてたって印象はないですよね、そうですね。あとは、ギタードーキングで、タラッタダンス。うん、あ、うんうんうん、あ、デストラクティブウェーブ、ワンダフルワーカーズ、サンドカサポンとアキョウも行く、ストリートランナー。うん。いやー、メイドインジャパン杯でサンドカサポンとかですね。やったなぁ。まあ、まあ、いろいろな方法で各種曲が出るようになりましたよっていうバージョンでしたね。はい。で、ボス曲が、まあ、鬼姫が降りてきたのと、あと、エンセントリーズ。はいはいはい、あー、渋いですね。強い。あのさんのなんか、新境地というかなっていうか、うんうんうん、うん。前作そのブラスで結構、賑やかだったけど、かなり大人しでも、大人になったみたいな。これは神曲ですよ、エンシェントブリーズは。あ、そこからオーバーゼアに繋がっていくんですよね。うん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 。この辺のオーバーゼア、小野さんすごい仕事してますね、この辺。そうですね。あと、ホワイトトルネード。来たよ、ホワトル。ホワイトリフトアップ2曲目で、黒と来て、ホワトルは超、超名曲ですね、そうそうそう、ホワトル、まず。で、アンコールとして、フェアリーテイス。これもなんか新しい方向性ですかね。今までついて、まあ、FT シリーズ、シリーズ化するってなかったんですけど、当時は。うん、確かに。まあ、まあ、ある意味、その、なんか、デイドリー、DD シリーズが暗いから作るの嫌だ、みたいな感じで、なんか、あれですね、その流れで生まれたのが、この、フェアリーテイルシリーズ。そうそう、向いてたっすね、確かに。うん、だいぶ明るく、まあ、やっぱり明るくなりましたね。うん、BPM は155個制ですね、これ。うん。FT は。あと、プレミアムアンコールとして、リッチャーのフェーテ。はいはいはい。かな、うんうん、マティックですね。マティックですね、うん。っていう感じで、さっきお話しした、その、町内冒険かなんかで、その、3人組で3つのグループに分かれるっていうのがありまして、うん、それぞれの曲がばらま、各曲でばらまがれてるのが、まあ、このバージョンなんですよね。う
で、さっきお話しした、リートロフェイスのアテキに関して、ワニャンパニックスが、朝木智介と、あと小野さんか、うん。で、そうですね、このワニャンパニックス、後々、上松さんを連れて、あの、エンシリアを出してくれるんですけど、まあ、これはちょっと置いておきましょう。うん、ちょっと先なんで。うんうんうんで、ギタードタワーで無情の星、これ、ピーボンバーズ。うん、中村さんと、ジミーさんと、小泉さんだったかな、これは。そうですね。そう。で、ギタードキングでできた、デストラクティブウェーブ、別大なマイツが、これが、そう、ね、泉さん、ゆうえいさん、しょっちょうかな。あ、違う、しょっちょうじゃなかったっけ。そうだね。しょっちょうさんだった気がする。だよね。はい。そうです。当時のなんだっけかな、公式にあったしょっちょうの大冒険。うん、そうですね。あの作曲のケツを教えてもらいに行くんだ、うん、みたいなお話が、うん、当時だった、うん、で、最終的にそれで出来上がったのがこの形。うん、はいはいはい。なんか出てくるなって思ったら。普通になんか、泉さんのサーフ系の曲だなって。なるほど。これでもギター譜面超、超熱いっす。9割泉さんにやったの、うん、ギターの譜面が超熱い。面白い。うん。うん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 。っていうことで、そしたらじゃあ、あれですね。ハッシュタグ拾っていきましょうかね。まあ、ギター類は結構まあ、やっぱりボリュームありますよね。まあちょっと、もうすでに1時間経ってるんですけど。おっと、さすが。そうですね、ドラムの追加面が結構多かったですね。このバージョン。ラッキースタッフとかもドラムの追加面ありましたし。うん。ありましたね。あとは、アフターハウェイとか、ノーマークライングとかの、ひじめさんのロックボーカル曲が、まあ、こっから開始していくんで、はい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 、そうですね。確かに、このあたりから、あれですね。洋楽的な、その方向性というのが結構強くなってきましたね。あと、ハンサム兄弟メイドインジャパン花のぎらを初めてプレイした時の衝撃がこれは間違いない。ビューティフルライフ、そうっすね。ビューティフルライフ、あれですね。古川さんの女性ボーカル曲ですね。難しいな。ドラムの落差が激しいんだ。ただあれシングルで回せるからすごい。マンセレバーですね。すごい気持ちいいのあれ、うん。僕はご利用しました。タカ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 タン。そうですね。やっぱり実写が入ったのは大きいですね。オリジナル曲でも、うん、エスケープトゥザスカイが実写で、あ、直樹だ、ジュンだみたいにありましたからね。エスケープトゥザスカイ版だみたいな。ホルステインとかバニラ忍者とか、まあ、やっぱり原版が入ったことによって、アルバム買ったとかって結構いるんじゃないですかね。そういった方。もうコメントちょっと全部拾ってきないぐらいで、本当に。すごいたくさんありがとうございますね。バランス赤ギターレベル57。ありえない。57。はい。もう感謝つかない。100点。57か。ちょっと少ないな、57。ちょっとじゃない、ちょっと。ドラムは90ぐらいありますよね。うん。割とでも、バランスは復活の有力候補ではあると思うんで、うん、ぜひあのタイミングに計らっていただきたいですね。確かにですね。はい。あ、ノンストップデスローコースありました、ね。ノンストップのデスローコースが、エンドレスクルージング、テイルスピン、ファンキンソニックワールド、大展開。熱いなぁ。めちゃくちゃ熱いなぁ。
あの、だけどこれがスキルに入ってくるんで、真ん中にあるファンキーが邪魔なんですよ。邪魔と言っちゃう。ただ当時のプレイヤーからすると、あの、ファンキーより繋がらないものがその手前にいらっしゃるんですよ、ね。なるほど。セールスピン。ドラム側が邪魔ですね。ティン、ティン、ティン。でも、あれですよ、もう、難度値が高いコースはこれぐらいしかないから、やらざるを得ないですよ。自分はやりませんでした。あ、そう、ノンストップで思い出した、ギターズタワー。ギターズタワーなんですけど、僕、確か、あの、10階層が初めて出る回で、10階層に行ったんですよ、確か。ギターの方で。で、なんか第8、その前が第8階層にいて、その第8階層で、あの、グループ1位になればデイドリになれるみたいなとこ、あの、立ち位置になって、なんか1日5、6000ぐらい使って、延々と涙のリグレットのベースをもう一つ4連投をやってるっていうのがあったんですよ。はい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 。で、あの、816コンボをかける4。3264コンボ。まあ、結構ガチで繋いでもあって、でかける10倍とかやったりって言ってたりしてて、結構頑張って、あれですね、デイドリ、デイドリまでやりました。あ、それでもあれね、獲得ならずだったらショック。いや、当時、その10階層行って、獲得ならずは多分勝てるんじゃないかな。あ、そうそうそうね。アーケードには。アーケードなかった。アーケードなかった、ね。アーケードは、そうですね。アーケードは1か、1、2、3、そうですね、10かな。そうですね。だから3700×10 って引いたときは、だいぶこれ、ってましたね。ありました。残念ながら、でもこれ、あの、当時、その携帯アプリがあったんですけど、そっちでなんか先に見れるっていう、もうなんか、ルーレット始める頃にはもう結果が出るっていう仕様だったんで、ちょっと、まあ、グダグダったなっていうのはあったんですけど。ああ、それは知らなかった。そうですね。あ、エンセントブリーズはギターはひどかったです、最後。今でもひどい。難しい。今でも難しい。今でも難しいですね。ギタードタワーを超えるレター企画を知らない。まあ、確かにトップクラスで、企画ですね、これは。間違いない。5階層までしか行けなかった。ああ。これカード何枚か準備しといて、なんかサブカの方がほっといてもいいなって思いましたね。なるほど、ね。あとキーマニ勢的にしりとりを最上階にしたら許せない。それは許せない。ミスタームーンも8を9とかやったもんね。ミスタームーン9か。やばいな。キーマニ勢5分経った。いつも繰り返す。いや、ただ当時から。ありふれた日常なんだよ、これが。かしげた。で、これ、この客が再評価されてるっていうのがまたやばいですよね。まあ、まあ、そうですね。コメントを見てますけど、スケープスが最後にやばかったですね。リトプレイ2階層に置いたのは、あの、まあ、良かったですね。あれがなんか、8階層とか9階層に置いたら、ボード重いですよね。まあ、10階層にフローがあって、それでボード落ちてるんですけど。そうですね。多分、あの、ファンガゼのレベル87で、多分僕、ギドランドで話題になった87、多色ネックが評価されるロジックと言われたら、ちょっと腑に落ちる。どうなのかな、僕はどっちかっていうと、天気の打ち間違いで57を87にしたって言われるでしょ。関係は絶対そうでしょう。なるほど。うん。まあ、27じゃなくてよかったよ。確かに。21かな、54だから、21、54、87ですよね。で、まあいいや。まあ、天気打ち間違いは昨日、まあ、まあいいや。なでもないっす。そうですね。まあ、50代、まあ、49とかだから、まあ、自然なところに落ち着いたのかなって気がしますね。まあ、後に割とガチに難しいやつが出てくるっていうのはあるんですけど、それは置いておきましょう。また後の話ですね。
ドラムの背面プレイがあれですね、結構食いついてますね。なんでやねん。うちのがドラム、ドラムの初代フォーシーページで、タッチレイができるように設計されてるんだそうですね。まあ、パーカッションフリークスってあったから、そうなんですよね。まあ、やりたいと思わないけど。で、今、それを、今この筐体でやろうとしたら、普通に検討して終わりだと思いますよね。今のは、多分無理です。クラシック面でやればいいんじゃないですかね。いや、あの、パッドの感じが変わるとしてもね。まあまあまあ。まあ、リアルドラム。白筐体ならできるかもしれない。よし、とりあえずまずは、花もげらを。そう、動かなきゃ。またちょっと権利取り直してからですね。レッツスーパーさん。という感じじゃあ、うん、ギターサー V の話、こんなところで、ちょっと、そうですね、拾ってったんですけど、何か言い残したこととかあれば、ぜひともお願いします。大丈夫ですかね、うん、ギタドラ V については、